筒屋の巫女を着させていただきました。巫女です。あれ、タワー、よいしょ。日焼けマンさん、日焼けマンさん、タワーありがとうございます。ありがとう。日焼けマンさん、タワーありがとうございます。頑張りましょう。ありがとう、ありがとう。そう、お話し会の時買ったんですけど間に合わなかったやつ。キツネの耳つけてみたらって、ちょっとそれはちょっとそれはちょっとあのネタバレ禁止。ヤンカーさん、ヤンカーさん、クマタワーありがとうございます。クマタワー、ありがクマ、ありがクマです。クマタワーありがとうございます。クマ、ヤンカーさん、ヤンカーさん、クマタワーありがとう。頑張りましょう。ありがとうございます。お守りとかもらう時も巫女さんの上半身しか見えないからって、あ、すごい優しいね。優しいね。そう、じゃあお守りを確かに買うときってさ、なんかあれじゃん、ここぐらいまでじゃん。あ、待って、テロップ書いてなかった。テロップ書きます。テロップ書こう。よっちゃん、よっちゃん五一、よっちゃん五一さん、ありがとう、ありがとう。よっちゃん五一さん、タワーありがとうございます。ありがとうです。ありがとう。よっちゃん五一さん、頑張りましょう。松さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。松さん、え、なんて言えばいい、巫女の時なんて言う。松さん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとうございます。え、なんだろう、巫女さん、いや、あなたにご不運を。違うな、なんだろう。末っ子長男さん、末っ子長男さん、タワーありがとうございます。末っ子長男さん、タワーありがとう。ありがタワーです。頑張りましょう。ありがとう。カズさん、カズさんもありがとう。ありがとうございます。カズさん、カズさん、ありがとう。世界に倒し、ありがとうございます。頑張ります。頑張りましょう。ありがとう。あ、 ありがとうね、みんなタワー教えてくれてる、ありがとう。ちょっとなんか時差がある。ちょっと時差が、あ、一気に新年感出たでしょう。あ、神のご加護がありますように。あ、いいね、いいですね。そうしよっかな。追いついた。ありがとうございます。そう、新年感と大晦日感、今日大晦日じゃないですか。だから大晦日感をちょっと味わってもらいたくて、あのね、このそばの食品サンプルを作ろうって思ってたんですけど、絶対時間ないよね。絶対時間ないよなって思います。なんかめちゃめちゃ本格的なんですよ、すごい。そう、初詣感と大晦日感を一気に出そうと思って、
そう、すごい、見て見て、ほら、すごくない？海苔とかさ、なんかゼラチンでこのつゆを作るみたいな。だなって思った。すごくない？見て、そば、これそばだよ。いや多分ね、大丈夫に、あと時間が残り3分だけど、3分でできないので、どうしよう、作っとこうかな。作ってビフォーアフターをお見せしようかな。確かに本物のそば作るよりさ時間かかるよね。すごっ、何分でできるとか書いてるのかな。いや見て、説明、あ、ちょっとこれ今日無理かも。ちょっとこれ今日無理、ちょっと無理かもしれん。やばやば、お湯とかもいるんだ。私そう、蕎麦屋さんで働いてバイトしてたので高校の時。ちょっとそれもあってやりたかったけど、今日は無理かもしれん。これ無理かも。もうちょっと開始見て開いてもう10秒ぐらいで無理かもとなった。年越しちゃったそばになるかもしれないですけど。いや、ありがとうございます。壇上を読ませていただこうと思います。壇上読みます。13位、むらさん、ありがとうございます。12位、あずさん、ありがとうございます。11位、みーしゃさん、ありがとうございます。10位、とりけろさん、ありがとうございます。9位、ちばたさん、ありがとうございます。8位、鳥沢さん、ありがとうございます。7位、ひなたさん、ありがとうございます。6位、ヤンカーさん、ありがとうございます。5位、末っ子長男さん、ありがとうございます。4位、よっちゃん51さん、ありがとうございます。3位、かずさん、最下に倒し、ありがとうございます。あ、違います。え、あれずれ、変わったかな。13位、ミーシャさん。12位、たこ焼きクラゲさん。11位、変わった。11位トリケロさん、11位バナさん、9位トリサンさん、8位ひなたさん、7位カズサさん、6位ヤンカーさん、5位カズさん、4位スエッコ長男さん、3位よっちゃん51さん、2位ひやげまーさん、そして1位松さんです。ありがとうございます。そして今日大吉です。大吉の方はずんださんです。おめでとうございます。忘れた頃にやってくるから本当に心臓に悪い。待って、なんか、あ、よかった、時間が間に合った、よかった。心臓に悪い、悪かったです。ありがとう。ということで、じゃあ次はまた15時にお会いしましょう。ありがとう、みんなありがとう。今の油断しとったよね。あ、びっくりした。頑張ります。一緒に5位内目指して頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとう。またじゃあ15時の部で枠で待ってます。ありがとう。またねー。バイバーイ。